文化入学班研究生の日比里美優です。よろしくお願いします。美優ちゃん。方多いと思うんですけど、美咲ちゃんがね、なんとこの衣装初めて今日着たということで、どう美咲ちゃん着た感想みたいなさ、どう着て才能覚醒ガールの MV を見てこのグループに入りたいなって思ったので、なんか今自分がその衣装を着てるってなんか意味わかんないんですけど、なんですか、なんか不思議な気持ちなんですけど、でもちょっと着てみて、スカートが短すぎてめっちゃスースーするので、早くズボン履きたいなで、これからも皆さん着ていこうねみゆちゃんとさくとちゃんもね、久しぶりに来て、どうみゆちゃんは？私も2、3年前かなぐらいに才能覚醒ガールの MV を見てて、その時はなんかまだなんか入ろうとか思ってなくて、でなんか最近っていうか入る前にまた見て、その才能覚醒ガールってやっぱ入りたいなって思って、そうだから本当にこの衣装を着れてることが本当に嬉しいですね。でも映像にいるメンバーはみかんとタウトしかいないからね。頑張ろう。これからもね、新しいメンバーもね入ってきてね、この5人でこれからも頑張っていこうと思います。ありがとうございます。さあ、それでは最後の曲に行きましょう。あ、久しぶりにやっていい？こっちってわかるじゃあ次ね、最後の曲いきたいと思います。そうだね、覚えてください。ぜひまたね、やろうと思います。Aがあったらやりますね。はい、それでは最後の曲いきたいと思います。聴いてください。妄想リフレクション。という意味だったか。アテイの5周年記念ライブもあるので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。